ジェラセリーグ中日5から1広島29日バンテリンドーム中日は打線がつながり快勝3カードぶりの勝ち越しを決めた宇佐美が4回に先制2号ツーランで打線の口火を切り2対1で迎えた6回1・に3塁も中比で1点を追加した8回には3試合ぶりに4番復帰した細川の中堅に飛び込む17号ツーランでダメを押し 10アンダー5得点で投手陣を援護した先発松葉は5回3安打1失点で4勝目を挙げた2者連続の長打で1点を返された5回限りで降板もっと長いイニングを投げられるようにと反省した6回以降は斉藤工清水松山祖父江のリリーフ陣が無失点でつなぎチームを勝利に導いた 本拠地バンテリンドームでの広島戦は7勝3敗1分け唯一勝ち越しているお得意様の広島について立浪監督はロースコアのゲームに持ち込めていることが好相性の要因と分析する一方相手は関係なしにしっかりとした野球ができるように1試合1試合全力で戦いますと気を引き締めた